さあ、エビポリ時間がやってまいりました。本日405番目でございます。皆さん、付帯状況のウィズですね、前回に引き続き今日もやってみたいと思うんですが、やっぱりですね、前回でもお伝えしたんですが、皆さん、ウィズプラス名詞プラスアルファですね。このアルファのところが一体どういう形になるのか、というところが実際入試で問われるんですね。ですから、この形をですね、やっぱりパパパッと言えた方がいいんじゃないかなというところで、皆さんやってみたいと思います。で、皆さんパターンはですね、5パターンございます。ただし、5パターンですか？多くないですか？という方いらっしゃるかと思うんですが、理屈がちゃんとありますので、丸暗記を防げるかと思いますので、ちょっとやってみたいと思います。で、皆さん前回の動画でですね、例文一つ目です。She was dressed in white. With her arms showing ということで、もちろんこれでございます。腕があらわになった状態だということですね。腕が見えてる状態でございます。ですから、皆さん、with の後ろに名詞があって、プラスアルファということです。で、そのプラスアルファのところ、皆さん、これ、ing。これは皆さん、よく見かけるので、大丈夫かと思うんですが、その、ing だけではないんですが、皆さん、二つ目の例文見ていただいて分かると思います。sit with her eyes closed ということです。もちろん、目が、closed。閉じられた状態で、ということです。で、皆さん見てる通り、過去分詞が来ているんですが、皆さんなぜ過去分詞来てるんですか？って言うと、やっぱり皆さんこれ、能動 ing。皆さん結構毎回言ってるんですけども、必ず皆さん2つの視点があるんですよ。というのを理解してるとですね、皆さん ing、能動があれば、当然、その反対の受動もあるはずですよね。ですから、受動を言い換えたものが過去分詞ということでしたので、ですから、皆さんこのプラスアルファのところの2つ目、過去分詞もちゃんと存在しております。そして、皆さん3つ目例文、3つ目ご覧になっていただきますと、Don't speak with your mouth full ということです。で、もちろん、with の後に名詞があって、フル。要するに、口がいっぱいの状態で喋らないでね、ということです。で、皆さん、もちろん、フル、品詞は何ですかって言われたら、形容詞ですよね。ただし、なんで形容詞が置けるんですかって言うと、やっぱり皆さん、これも前回お伝えしましたが、付帯状況の with というのは、これですね。その場の状況を説明しているんですね。ですから、皆さん、状況を説明するときって、皆さん、我々無意識ですけれども、やっぱり形容詞使ってるんですね。フル、いっぱい。これは皆さん、形容詞、美しい、ビューティフルもそうですね。例えば、彼女は美しい。彼女の状況を説明してますね。ですから、形容詞というのは状況の説明になるので、ここにやってきても何ら問題はないよというところです。で、皆さん、4つ目ですね。stand with his head off ということで、立っております。帽子がオフ。離れた状態。つまり、帽子をこう取った状態で、立っておりますということです。ですから、皆さん、with の後ろに名詞があって、皆さん、オフが来ております。じゃあ皆さん、オフって品詞は何ですかと言われたら皆さん、副詞なんですね。ですから、これもちゃんと皆さん、状況の説明になってます。逆に皆さん、この辺がなかったら、his hand、帽子。帽子だけでは状況の説明にならないんですね。でも、帽子が頭からこう離れた状態というふうに考えていただきますと、ちゃんと状況の説明になっております。そして皆さん、例文5つ目、これで最後ですが、walk 歩いております。with tears in her eyes ということです。これも、涙が in her eyes 前置詞プラス名詞になっております。涙が彼女の目の中にある状態で歩いているというところです。ですから皆さん、in her eyes どうなってますかというと、前置詞プラス名詞になっております。
これ皆さんそうなんですね。もしここがなかったら涙だけでは状況の説明なんですね。涙が一体どうなってるんですかっていうと、彼女の目の中にあるんですよというふうに考えていただきますと、ちゃんと状況の説明になっております。ですから皆さん、この5パターン、まあ最初はですね、めんどくさいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ちゃんと皆さんこうやって理屈を考えていただきますと、忘れちゃいけないこれですよ、状況を説明しているということを皆さん念頭に置いていただきますと、それぞれがちゃんと、理屈が分かってくるというところでございます。いきますかね。そして気づいてる方いらっしゃいますかね。この中に to 不定詞がないんですね。 to 不定詞なんでないんだろう。まあ思わなければ何も思わないでいいんですけども、to 不定詞がダメな理由は実ははっきりしております。皆さん思い出していただきたいんですが、皆さん不定詞の動画の中でですね、 to 不定詞というのは基本的に未来、これからの内容を表すんですよというお話をさせていただいてるんですね。ただし皆さん、これ付帯状況を見ていただきたいのはこれでございます。その場って書いてますね。ですから未来の話をしているわけではないんですね。あくまでも今その状況、その場のお話でございます。ですから未来の内容を表している to 不定詞とは全く特徴が違うので、ここに to 不定詞が入ってくることはないんですね。ですので、まあ、ちょっとそのまま豆知識として押さえておいていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。では皆さん、付帯状況のミス、これで皆さん一応完結させましたので、相変わらずこれですね、赤シートで隠してスラスラ言えるという状況が正しい復習でございますので、頑張っていただけると嬉しいかと思います。では次回406番は分詞プラスアルファやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。